こんにちは。アマゾンエフェサポーター、堀秀夫です。私は、まあ、初心者は物販以外では稼げないと。ね、ビジネスやったことない人、脱サラして稼ごうとかいう人が、まあ、物販以外で稼ぐのは難しい。まあ、しかも、日本市場は厳しいんで、輸出ビジネスに取り組まないとまあ稼げませんというような動画を毎日アップしてます。でね、えー、なんでこの儲からない、まあ、飲食業とか、 やる人いるのかなという動画、えー、が、まあ、一番人気なんですけどまあどうやら、ね、正常化バイアス、まあ、自分だけは大丈夫ということでね飲食業に、まあ、手を出す人が後を絶たないそして自分だけは大丈夫ということはないんでやっぱり潰れてしまうというのがねまあよくある、えー、飲食業のロジック、ね、なんで儲かんないのにやる人がいるかというロジックなんですけどまあもう一つ ね、かねてから不思議に思っている業態があります。それは何かというと、コンビニエンスストア。なんで、もうあからさまに儲からないと。ね、えー、儲かる余地が全くない。まあ、大変さはもうちょっと見ただけでわかるけど、なんでコンビニオーナーわざわざね、えー、お金払ってどれになるんですかというのがね、まあ不思議な気がしたんですけど、まあこれね、飲食業の正常化バイアス。 なぜなら飲食業ドタキャン多いと。簡単にできる確認もせずドタキャン食らってる。なぜならキャンセルされないという思い込みが強い人が飲食業やってるんだなということなんですけど、全く同じロジックでコンビニオーナーもそうなんだろうなというのがね分かったんで、コンビニオーナーこんな人なんだなというのをちょっと解説したいと思います。コンビニオーナーね、過労死とか自殺とか。 ねえー、そういう話がもうほんとから後から出てきます、まあ、これは、まあ、正常化バイアス、まあ、自分は大丈夫とバラ色の計画通り実行可能だということでね、えー、契約しちゃう悪いことは起こらないということを考えて出店しちゃうとまあなんで近所のコンビニに張り込んでねオーナーの顔色とか景気具合をチェックしないのか、まあ、だって町内にね知り合いにいなくても知り合いの知り合いぐらいではコミュニケーシンしてる人いるわけで はずなんでね、聞きはわかるだろうと思うんですけど、まあ、何も調べず契約しちゃうと。それと、あの、コンビニのね、特にセブン‐イレブンあたりの契約書を読んで、それで契約するってのは、はっきり言って正気の沙汰じゃないんですけど、なぜその契約書をね、えー、弁護士に解説させずに人生を売り渡してしまうのか。契約書のチェックぐらいだったら弁護士、大した費用かかりませんから、これどういう内容になってるんですかと。 いうね、契約書に強い弁護士に聞いてもらえば、まあ分かりやすく言うと、ね、あなたは本部の奴隷になるってことですというような解説になるわけですから、まあ、なんでそんな簡単なことをせずにね、えー、奴隷になってしまって、聞いてた話と違う、こんなはずじゃなかったと。まあ理解に苦しみますね。で、本を見ても。 ね、5万点もあるんだからコンビニで起業しなさいと。まあ、ギャグみたいな、えー、話なんですけど、まあ、むしろ日本の人ってねあ、みんなやってんだったら俺も大丈夫なのかなってなんか思考回路があるみたいなんで、まあ、案外こういう考えでコンビニたくさんあるから自分もやってみようとか言うんでやっちゃうのかなという気もちらっとします、ね。悪い冗談だとしか思いないんですけど、まあ、そんな気もします。まあ、レビューにはね、この、何、この、 何気丈の空論並べて本にしてみたいな話が書いてあるんですけどまあそのアマゾン見てもまあそんな形でね、えー、本のレビュー見ただけでもやばそうな雰囲気プンプン漂ってるで例えばね念のためコンビニ過労死とかって入れるともうごちゃっと出てくるわけですねもうコンビニのオーナーの未来を暗示する検索結果がちょっと検索すればごちゃっと出てくるさらに もう最近始まったことじゃなくてね、コンビニ登場してちょっとだった、1998年からもコンビニが崩壊する人、加盟店の粗相続出、危ないコンビニの FC システムを徹底検証とかって、もともとね、奴隷システムだっていうふうになっていて、まあこれ、ね、騒ぐ人は騒ぐっていうか、まあ、本屋に行きゃいくらでもね、どういう目にあってるオーナーがいるかっていうのがいっぱいありますし、私が今はわずか、 えー、5分10分で調べただけでもね、やっぱコンビニ悲惨だねってのはすぐ分かるのに、なぜ、えー、自分は関係ないと思えるんだろうと、ね、まあ、救い難い想像力の欠如と思考停止で、まあ、そういう思考回路でなければ大変で向かわれないコンビニオーナーにはならないということだろうなというふうに思いました。まあ、この動画を見てる方一人でもね、はあ、よかった、コンビニ思いとどまろうという人がいらっしゃれば幸いです。 今、やっぱりね、えー、負担高く稼ぐんだったら、もう、アマゾン使ったビジネス、しかも輸出ビジネスが一番で、まあ、市場のでかいオーストラリアね、アマゾンスタートしてますんで、まあ、コンビニよりはるかに率よく、えー、投下資金は少なく、労働力は少なく、ね、しかも稼ぎは多くなりますんで、まあ、えー、オーストラリアアマゾン輸出、えー、検討してはいかがでしょうか。まずは無料。 アマゾン室メールセミナーに、こちらにね、メールアドレスとお名前を記入して登録すれば、無料でオーストラリアアマゾン室のやり方、サポート、どんなサポートを提供して、どういう結果が出るか、そういった情報を無料でお届けしています。お名前とメールアドレスを記入して登録するボタンを押してください。 今これ動画見てねここ記入できないじゃんという方は、動画の説明欄にメールマガ登録、このメールセミナー登録フォーム、登録の URL がありますので、そちらをクリックして、無料メールマガに登録してください。以上、アマゾン o n 輸出サポーター、堀秀夫でした。